北海道道67号役もあっさ線は、北海道二見郡役も町と檜山郡あっさ町を結ぶ道道である。北海道道67号役もあっさ線、道道番号及び路線名標識、起点標識と JR 北海道函館本線おとし部踏切工事等に伴う年表参考資料檜山郡あっさ町あっさ町、稲見の福音現勝部。 左側に拡幅を伴う道路改良工事を告知する案内看板が設置されている。旧路線は車線が狭く大型車のすれ違いが困難な砂利道であったが、現在は改良され線形は良好になった。しかし安佐部長、上里及び稲見のごく一部に福音現象区間が残り、稲見の福音減少箇所においては1.5車線となっている。 なお、稲見の区間は2018年11月現在において、拡幅を伴う道路改良工事が行われている。旧道区間には、橋やトンネル等の移行をはじめとした、当時を忍ばせる道路標識も残る。トンネル山吹トンネル主な橋梁常設型ゲート、その他の施設あっ部町新町の集落にある、北海道道67号約もあっ部線。 北海道道4 6 5号乙部アッサブ線の交差点アッサブ町本町にある終点、国道227号交点八雲町側は、乙部川、アッサブ町側は、アンノロ川に沿って通る。ありがとうございます。